ロシアがウクライナに全面侵攻しました。本日は産経ワールドビュー緊急特番としてこのニュースを扱いたいと思います。産経新聞大阪政論室長の小島慎一です。本日はおなじみのジャーナリスト井上和彦さん、そして大高美希さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、あんまり皆さん想像していなかった全面侵攻という、形になってしまいました。これ現状どのようにまずご覧になってますか。まあ、本当にですね、ここまでやるとは、まあ、多くの方が、ね、予想してなかったと、はい、ある意味ではこのドンバス地方の東部 の,、ねはい、東部のルガンスク人民共和国、はい、そうドネツク人民共和国といわれるその親ロシア派による占領地域 の,、はい、この国家承認、これをやることによって、これを要するに交渉材料として、はい、ウクライナの NATO 加盟を断念させるというところが、ねはい、決着点なのかなというふうにも思っていらっしゃるんですよ。まあ、兵を送るにしてもその 2つの地域止まり、まあ、平和維持軍という形でね。でまあ、そもそもまあその平和維持といいましてもね、よその国の国境を越えて平和維持っていうことっていうのはそもそもありえない話なんですけれども、まあ、ロシア流の勝手なその解釈で、はい、自分たちはルガンスク、そしてドネツクの人民共和国から、要請されたと、はい、兵を送ったんだと、やりたくなかったんだけどしょうがないんだというようなことをね、まあ、この言い出す、まあ、それがせいぜいだろうというふうに思っていたらね、うんはい、こんなことになるとはね夢にも思わなかったですね。そうですね。まあ、お高さんこれ、ね、やっぱりこう世界的な、まあ、特に日本アジアのにも影響するというふうに言われてますよね。そうですね。やはりこの大惨事の中で、はい、日本直接国境や中国がね、はい、まあ、漁夫の利を得ようとして、うんはい、どのように動くかというのは、はい、決して今もうウクライナばっかりに目が行きがち、これはこれで大事ですけれども、うん、好きあらば動く国ですので、はい、ちょっと油断大敵なだと思います。そうですね、はい、まあ、その辺もまたお伺いしたいと思います。はい。改めまして、本日は緊急特番として、ロシアによる、ウクライナ侵略、ウクライナへの全面侵攻を扱いたいと思います。まあ、この、侵攻が始まったのが、2022年2月24日なんですけど、本日これ、収録しているのが、2月26日です。まあ、たまたま、ね、東京で講演会がありまして、それ終わった後に、収録ということで、いつものスタジオとはと違う場所で、撮影しております。はい。まあ、先ほど、ね、申し上げ井上さんの方からもお話ありましたように、ここまでやるとはというのが大方の見方で、そうですね。はい。プーチン の, その目標はとりあえずどういうところまで狙っているというふうに、はい、まあ、この段階に及んでもね、はい、最終的に彼の目的はウクライナの NATO 加盟の阻止、はい、そこに、焦点があると思うんですよ。はいはい。まあ、そのために圧倒的な軍事力を持って、彼がウクライナ侵攻を決める。で、ウクライナ侵攻をすることでウクライナの抵抗する軍をまずは降伏させる、いわゆる力による武装解除という形になると思うんですけれども、これを持ってまあ、ウクライナを屈服させる。でその間に同時にですね、ウクライナに親ロシア政権を誕生させて、はい、まあ、自分たちのテリトリーから離れないようにしようと、はい、まあ、この辺の筋書きなんじゃないかなというふうに思いますけどね。いわゆる海外政権を設定、はい、その全面的に兵を侵攻させないといけなくなったのは、ある意味ウクライナ側が屈服しなかったからで、西側も容易にそれをイエスと言わなかったというところはあるんでしょうか。プーチンにとったらそれはある意味誤算だったんでしょうかね。そうですね。ただね、一つ言えることはね、まあ、短距離弾道ミサイル、巡航ミサイルなどを使った、
当初の開戦当初のこの攻撃の仕方を見たらね、はい、相当これはね事前準備をしてたはずなんですよ、はいはい、ウクライナ軍の装備がどこにあってどういうところに防空システムがあってっていうことを完全に掌握してそこを一瞬のうちに叩き潰しましたから、ね、はい、これはねだからプーチン大統領が西側の首脳と交渉をしている間にこの僕は軍事侵攻のシナリオはちゃんと作戦計画っていうのは作ってたと思います、ね、もうそれはもうだいぶ前から作ってたんですけどね、はい、まあ、実際にそこに特殊部隊なりを送ったりして目標にできたということですよね。これ、26日現在でキエフで首都キエフでね市街戦というような情報も、あります。戦闘の見通しとしてはどうのウクライナ軍はこのまま頑張るという形になるんでしょうか。あのね、最初は航空戦力とそれから防空網というのは潰されましたけれどもね、地上軍というのはこれ依然残ってますからね、はい、まだ健在ですからね。この地上軍が僕はかなり、この奮戦すると思うんですよ。で今も徴用と言いますかね、はい、総動員がかかった状態で、はいはい、ウクライナにいる予備役も招集されてますから、そう簡単にはね、このロシア軍がこれを殲滅するっていうのは難しいと思いますよ。なるほど、はい、まあ、停戦協定のね情報とかも話し合いが輸送法のそれに応じる姿勢とかね、そういう情報も流れてるんで、まあ、そういうのがあれば別ですけども、このまま戦闘が続けば長期化もあり得るという。疑問なんですけど、仮にNATO 加盟ね阻止できたとしてもですね、このトータルな流れを見ると非常にそのロシアにとってメリットデメリットで言えばデメリットが大きいと思うんですよ、うん、今回の侵攻は、ね、はい、だってもうあまりにももう本当もう武漢ウイルスで世界中がもう疲れ果てていて、ようやくこう収束しかけてきて、さあこれからっていう時にまた紛争になって、そしてこういくら世界中が、まあ、経済制裁してね、そのロシア経済も悪化する、で穀物とかエネルギーの値段もどんどん上がって全世界不況になって、うん、はい、どこにもウィンウィンがない状況の一部あってもですよ、この算段をプーチンさんがなぜできなかったんですかね、計算というか。まあ、これはねものすごく不思議なんですよ、はい、だから非常にこの何て言いますかね、ある意味ではその相手の足元を見てね、またその自国の有利不利、国益っていうものをこれはロシアにとってという意味ですけどもね、その動いてきたであろう人がね、これこの状態のこういうことをやればね、世界中が反ロシアになってしまうっていうのは、まだ NATO 加盟の可能性があるスウェーデンとかいろいろな国がもう動き出しますよ。動き出すでしょ。こんなことになるんだったら、例えば大変なことになるじゃん、うん、戦略的に中立を決めてきたフィンランドがね、もうこれは絶対動き出すだろうと。でフィンランドだけのみならず、当然ねこれスウェーデンがねやっぱりこういう動きもしてくるだろうっていうのは、スウェーデンはねこの辺のところのこのフェイクニュースで何が本当かわからないようなね、ことをロシアがどん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 垂れ流していくようなことに対してね、こういう偽情報をやっぱりちゃんとね、精査しなきゃいけないということで、心理防衛庁というようなものを作るありさまですよね。でこんなことをやっぱりこうやっている、もうとにかく全く信用されない国ということで、もうロシアとは交渉もしないというような話になってくるんじゃないかなと。ある意味、まあ、あれ心理防衛庁を作ったの去年でしたっけ、まあ、その段階からもうロシアはもう欧州全域に対していろんなね
あのサイバー攻撃なりそういうのをやってたんだろうなというのは、情報戦をねやってたんだろうなというのは伺えますよね。で今後の見通しなんですけども、まあ、どのような、まあ、先ほど長期戦もあるんじゃないかということですけども、僕はやっぱりこう軍事作戦としてはね、これかなり長期に渡る可能性があります。それはあの地上軍がそう簡単にはやっぱりあの全面的に排除できないし、ウクライナのその決意、やっぱり長年のロシアに対するその積年の恨みといいますかね、このロシアにまたあのロシアにね飲み込まれるなんてことっていうのは絶対ウクライナは望まないだろうと思います。でもう一つやっぱり国際社会が、この今のロシアのこの侵攻に対してかなりこう厳しい経済制裁をやってくるでしょう。その経済制裁をやってこれで効くかというと、これまた微妙なところあると思うんです、経済制裁をやられたロシアがやはり頼っていくところっていうのは、同じく今度は国際社会で孤立している大国中国が必ず水面下でガスを引き受ける、そう、もうロシアからガスを買わないと、うん、ならその分分かったと、じゃあ中国はね今石炭も不足してる、その中国が今度はじゃあロシアから燃料を買ってやろうと、でこのことによってロシアに恩を売るということで、今度は俺がやるときは協力してくれねというようなね、僕はことがね起こり得るんじゃないかなと思うんですよね。本高さんも中国の動きをどのようにご覧になって、いやでもこのまずジェノサイドね、ウイグル、そういったのが全部もうこのウクライナのあのやっぱり映像を見た時にジェノサイドっていう、それで相当中国は緩和されるといいますか、こんな理不尽な話ないですよね。本当そうですよね、はい。まあ、まだ中国ねパラリンピック控えてまして、まあそれもあって、まあそれもあってかどうか、あのソ連、あロシアをねあの支持するというような、そこまで積極的な姿勢は見せてないのかなという気がするんですけども、パラリンピック終わったらどうなるかわからないですよね。わからないですし、やっぱりねあの僕が注目すべきはね、あのラブロフ外相とね、はい、で王毅外相がね、やはり電話会談をしたと、まあ、あれはねやっぱりこうかなり深いところでね、何かをいろいろとやっぱり交渉してたんだろうなと思いますよ、表面で出てるような話なんかそんなのはねもう作り話だというふうに考えてもいいんじゃないかですか、ね、もしかしたら北京でねプーチン大統領と習近平主席がなんかやったかもしれないし、そこは分からないですよね、いずれにせよあの国連安保理の無能さがもうよく分かりましたね。前から思ってましたけど、まあ、もう毎回ですけどね、一つは本当ね今これを契機にね、国連安保理の改革、これはね国際社会がね、あのこれはもう日本をもし言い出したらダメですよ、やっぱ中国ロシアを入れてしまうとこうなるのか、こうなるのはもう分かりきってることで、もう改革なんかしようがないから、もう本当にそこに存在意義があるのだろうか、別のやっぱり仕組みが必要なんじゃないかなとは思うんですけども、僕はあの一つはねあのカットンのようなものの考え方かもしれませんけど、やっぱりね日本がね NATO にね、加盟していくぐらいの、そういうことっていうのは本当に必要だと思います、北方領土どうですか。それをね、まあ、検討すべきみたいな声も上がらないのも残念だし、そうせめて声を上げてもよくないですか。そうなんですよ。でやっぱりね今回の事態を受けて、そのアジアにどう波及するかっていうね、結局中国が同じようなことをやるんじゃないかって言われてる、それに対するね本格的に備えなきゃいけないっていう声が国会から全然上がらないのはいいんですか、これっていう、おかしいです、だってね、ロシアね北方領土不法占拠をね正当化させるために、歴史戦で日本を不当に貶めるキャンペーンを韓国とかと組んで、中国とも組んでやってるわけですから、佐渡金山のね、これはやっぱり日本もね、あのチャンスですよ、歴史を洗い直して主権回復してね、だからね、これね日米でね、それこそ北海道周辺でね、大きな演習をやって、やっぱり威嚇するぐらいのね、本当それぐらいの、これはね、絶対やるべきだと思うんですよ。そうですね、やっぱり今それもやらずにずっと黙ってるというような形、黙ってるどころかなんか腰抜けみたいな対応しかありません、本当みっともない
という感じがしております、というわけで、本日は、ロシアが、ウクライナに全面侵攻のニュースを緊急特番で扱いました。このニュースね、また今後もそうですね、これはもうちょっとね随時我々スタジオに帰りましたらね、またこのしっかりとこの問題取り上げていきたいと思います。チェックしてね、どうもありがとうございました。